をご覧の皆さん、ちーでーす。イエイイエイ。今回はドローンを使って空撮したとってもかっこいい映像からのスタートでした。いかがでしたか？宍道湖にポツンと浮かぶこの夢ヶ島は、約1200万年前に噴出した玄武岩の溶岩でできた無人島です。今回、水の都プロジェクト協議会さんが毎年開催されている歩いて渡る夢ヶ島に参加しました。パチパチパチ。歩いて渡れるんですね。知らなかった。ただ、とっても神聖な場所で、誰もが勝手に上陸して良い場所ではないので、夢ヶ島へ行ってみたい方は、ツアーやイベントに参加してください。ん？どうやら始まったみたいですね。わあ、たくさん人がいる。これから出発ですね。行ってらっしゃい。すごーい。上から見るとこんな感じなんだ。なんだか鳥になった気分。皆さん無事到着されたようです。これから誰が一番大きなシジミを見つけることができるのか競争するそうです。え、シジミ取っていいの？チーもたくさん取って売りさばきたい。グヘヘヘヘ。あ、取ったシジミは湖に戻さないといけないんだ。がっくり。テントに持っていくとシジミの大きさを測ってもらえます。これが今回一番大きかったシジミ、 3.21cm だって。アサリじゃないの？500円玉より大きいよ。あ、もうみんな戻ってきてる。さて、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？まだまだ皆さんの知らない島根の魅力を紹介していきたいと思います。ぜひ島根に遊びに来てごしないねー。